どうも消火栓です。先日、仙台に行くために18切符を買ったので、残りの分を使ってもう一回遠出でもしようと思っていたところ、体調を崩してしまい18切符が余ってしまいました。さすがにそれを使わずに紙ゴミに変えてしまうのはさすがにもったいないということで、マックのダブルチーズバーガーセットを食べに成田空港までやってきました。展望デッキで離陸する飛行機を見送りながら食べるマックは近所で食べるものと全く変わらずに美味しかったなぁといったところ。食べ終わって満足したのでこれから帰りたいと思います。ここから出る快速列車は E217 系と E235 系で運転されており、新しい E235 系に乗りたいなぁと思ってたらやってきてくれました。直流 1500V の電子レンジ君は20年の末から導入されたということで、他の年季が入った車両と比べて明確に新しさが出ています。せっかくなら色々と新しいグリーン車に乗ってみんべということでグリーン券を購入。休日なので横浜までは800円でした。なかなかに装備がいいと噂によく聞きますので楽しみです。ドアが開いたので乗車していきましょう。車内へと足を踏み入れてみると新車のような香りがまだ残っていることが感じられました。また、床や手すりなどといったところも綺麗ですね。おお綺麗なのに具合赤の絨毯が敷かれているのがちょっと格式を出している感じがします。天井にスイカをかざしてランプを緑にしてから装備についてみていきましょう。個人的に一番大きいのはここ。なんとこの車両には他の普通車グリーンにはついていないコンセントがついているんですよね。2アンペアとそこまで強力なものではありませんが、このコンセントを使ってドライヤーをかけるやつもいないでしょう。個人的には最近自分が使っている iPhone 7の充電の減りがなぜかくっそ早いので助かります。そしてリクライニング、これは普通で特に言うこともありませんがあるだけ快適な装備です。さらにはフリー Wi-Fi、家のと比べるとたまに切れたりするなどしますけど、通信量を気にせずとも YouTube などで動画を見ることができ快適です。隣にあるのは競合する京成線のホーム。こちらからは160キロを出すで有名なスカイライナーが日暮里や上野まで走っています。所要時間を比較してみるとこんな感じ。ルートや目的地が違うので一概に比べることはできませんが、やはりスピードが速い分スカイライナーの方が早く都心部へと向かうことができます。ですがこう見るとまあまあ早く東京まで直行で出れる成田エクスプレスにも結構需要があるのも納得できます。そんなわけで横須賀総武快速線、逗子行きの列車は第1ターミナルの成田空港駅を出発です。横浜までは2時間弱。やはり旅行者としては快速では時間がかかってしまうということでしょうか。大きなスーツケースを持った人たちは向かい側の成田エクスプレスに乗り込んでいくのに対し、車内を見てみるとこの2階席に座っているのは5人くらいといったところでかなり空いています。自分はただ成田空港にマックを食べに来ただけなので特に急いではいませんし、18切符を使っているのでゆっくりであったとしても何も問題ありません。そして列車はすぐに空港第2ビル駅に到着。こちらはその名の通り第2ターミナルへの玄関口となっている駅となっており、主にワンワールドという航空連合に所属している航空機が発着するビルとなっています。日本の航空会社でいうと日本航空の便が主にこのターミナルから出ています。ちなみに始発駅の成田空港駅は第1ターミナルとつながっており、主にスターアライアンスという航空連合に所属している航空機が利用しています。そのため日本の会社ですと全日空が第1ターミナルからよく出ています。飛行機とか普段使うことないのであまりわからないのですが、このように所属しているグループによってターミナルを分けるようにして、乗り継ぎなどを円滑に行えるようにしている模様です。しばらく進むと右手側から線路が合流してきます。これが成田線の本線で桜駅と松岸駅を結んでおり、今通っている空港へと向かう線路は通称空港支線と呼ばれています。そしてその先でまた合流線路が一つ。なんとこれもまた成田線の支線路となっており、通称アビコ支線と呼ばれ常磐線のアビコ駅と成田駅を結んでいます。そういったわけで成田駅から伸びる線路はそれぞれ、東京方面、アビコ方面、松岸方面、成田空港方面と4方向に伸びていますが、その全てが成田線とちょっと面白い状態となっています。こうなった理由としてはかつて成田線が国有化される前の成田鉄道であった時代に、合併した会社が申請していたアビコ線の線路を成田鉄道が敷いたため成田線の一部となったことや、成田新幹線が頓挫したため成田線から分岐して空港アクセス用の路線が敷かれたからとなっています。
この電車は東武快速線直通快速牛行きです。The next station is Shisui JO34. The doors on the left side will open.成田を出ると成田線の駅は次の止水を残すのみとなっています。先に繰り返し記号がついているなどと難読駅名となっていますが、これが関東に住んでいる人だったら止水のアウトレットのせいで普通に読めてしまう人がいるのではないでしょうか。よく耳にすれば難しい読み方をしたところでそれが当たり前となってしまいます。例えば札幌なども日本人なら読めて当たり前の地名となっていますが、何も知らない状態で読めと言われて正しく読めるものではありません。桜から南西へと進んでしばらく、千葉県の中心駅である千葉駅に間もなく到着といったところ、上を見上げるとぶら下がって走るタイプの懸垂式モノレールである千葉都市モノレールの構造物が見えてきます。このモノレールは懸垂式として世界最長の営業距離のギネス記録を持っている模様で、どのくらいの距離を走っているか調べてみると総営業距離は 15.3km となっていました。また日本の懸垂式モノレールには湘南モノレールや瀬野のスカイレールしかなく割と貴重な乗り物となっており、このうちのスカイレールは23年度をもって運行が終了してしまうとのことです。さすがは県庁所在地といったところでしょうか。千葉駅のホームは人で賑わっており、この列車に乗ってくる人もそれなりにいました。カメラを向けるのはあれなので回していませんが、座席上部の緑のランプを見るに、グリーン車の 25% ほどは埋まっている感じとなりました。この人らはおそらく東京周辺の駅へ向かう人なのでしょう。東京と千葉の間でもグリーン車普通に乗ってくる人って結構経済力ありますよね。東京までと考えたらグリーン料金の580円は運賃の9割弱。自分じゃ出せません。まあでもこの辺は大都会となっているのでちょっと高いものであっても普通に需要があるというのも頷けます。千葉駅を出ると総武線は各駅停車タイプが走る観光線と中距離輸送を目的とした快速線に分かれます。横須賀線へと向かう列車は基本的に快速線へと入り途中の駅を飛ばしつつ先を急ぐようになっているのに対し、中央線へと向かう列車は基本的に観光線を走る各駅停車となります。そういったわけでこの列車は快速線へと入り、奈良市の市の津田沼駅、船橋市の船橋駅、市川市の市川駅といったように市の中心駅に停車し、飛ばしつつもしっかりと主要なところに止まっていきます。間もなく新小岩といったところで常磐線の金町まで伸びる新金線と合流。この線路は貨物列車のみが運行されている貨物線です。新金線はかつて総武線が両国までしか伸びていなかった時に千葉方面からの貨物列車を常磐線に迂回させ隅田川の西へ行けるように作られたもの。その後、総武線がお茶の水まで伸びたのですが、その延伸部分は電車を走らせることが前提で急勾配があったため、貨物列車はその後もそのまま新金線を通っていました。ですが武蔵野線が開通した際に多くの貨物列車が武蔵野線を通るようになり、現在では成田線方面の鹿島サッカースタジアムからやってくる貨物列車が、蘇我を通らず武蔵野線に入れないため新金線を利用しており、他にも少しの貨物列車が通っていますがその本数は非常に少なくなっています。また新金線の通る葛飾区には南北に走る交通網が少ないことがあり、貨物列車の本数が少ないならこの路線を旅客化できないものかと検討がなされています。そしてしばらく進むと世界一の電波塔スカイツリーがよく見えるようになり、そのまま南アルキン市町駅に到着します。ここで総武線の快速線と観光線は分岐となり快速線はこの先地下に潜って東京の都心部へと向かっていきます。東京からは東海道線へと入っていきます。かつての横須賀線の列車は東京駅から大船駅まで東海道線の線路を共有してたのですが、輸送力増強のために横須賀線の列車を品川と東京の間に地下に移動、そしてこの先の品川と鶴見の間の貨物線であった品格線を通るようにして、東海道線と横須賀線を分離して発着できる本数を増やし輸送力を増強しました。品川駅の手前で再度地上に出て日の光を浴びるようになります。
まだ明るくはありますが日の光が落ちてきました。ここまで成田空港からは1時間40分とそれなりに乗ってきたことを感じます。常磐線特急やリニア中央新幹線によってターミナル的性格を強める品川を出ると降りる横浜まではあともう少しといったところでしょう。そして先ほども申し上げましたように横須賀線は東海道線の本線と一旦分かれ、支線であり西大井や武蔵小杉、新川崎等を経由する品鶴線へと入っていきます。右手に大崎駅が近くなってくると大崎方面へ山手貨物線の線路が分岐します。これが旧目黒川信号場で新宿方面へ向かう成田エクスプレスはここから大崎方面へと向かいます。そして反対側からもう一つ旧蛇久保信号場からも反対向きに同様の線路が分岐。これを通称大崎支線といって、湘南新宿ラインや相鉄線直通列車、貨物列車が利用しており、現在ではこれらすべて大崎駅の構内の扱いとなっています。まあ古いということもあってかこの3つの分岐点はバチバチに平面交差しており、運行の自由度を落としているといった話を耳にすることがあります。新規に品鶴線の上り線と山手貨物線を結ぶ単線の短絡線を建設しようとの計画が上がったりもしますが、住宅密集地ということもありなかなかうまくいっていない模様です。55分の発車、特急デリメイクとなります。降りましたらホームでお待ちください。相鉄線普通行きや特急デリメイク55分の発車となります。降りましたらホームでお待ちください。神奈川最初の駅は南武線との接続駅である武蔵小杉。ホームを見てみるとこのように乗り口の案内表記の前が金属製の柵で塞がれている状態となっています。これはちょっと前まではカメラで映している側のホームから乗り降りしていたということ。武蔵小杉は近年発展しているということもあってか通勤時間帯は非常に混雑するのでホームを拡張すべく、これまで上り線と下り線で共用していたホームを上り線専用に、下り線のホームをこれまでのやつと反対側に新設しました。次は、新川崎です。The next station is 新川崎 JO14。神奈川県に入ると大きく進路を変えて南を走る東海道線の本線を目指して進むようになります。そしてかつての新鶴見操車場、現在の新鶴見信号場に差し掛かって、コンテナ車やタンク車などが止まっているのを目にすることとなります。操車場から信号場へとなってしまったといえどもここは貨物の大動脈上、新川崎の近くに機関車がたくさん止まっているように、現在でも新鶴見機関区が併設され機関車の付け替えなどを行う貨物列車がたくさん停車しています。近年では縮小されたところが再開発されたということで写真を見てみると、このようにかつての操車場の形がきっぱりと見れます。航空写真ではっきり見える規模ということで当時の貨物列車の重要性が高かったということがわかりますね。そして鶴見駅の手前で東海道線の本線と合流、もう少しで降りる横浜とといったところです。横浜は途中駅なのでとっとと降りれるよう準備をして階段を降りドア前に移動することとしましょう。これ、他の路線にも採用してくれないかな。特にコンセントがあるのがスマホを使いがちな現代人に刺さると感じました。というわけで成田空港から乗ってきた列車を見送ります。本当は終点の逗子まで行ってもよかったんですけど、ちょっと時間がないので今回はここまで。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。ではまた次回。